どうも、ウェダックスです。ビデオカードをまた購入しました。GForce GTX1070Ti です。はい。これをなんで購入したかっていうと、VR 用ですね。VR レディ。で、実は1080が欲しかったんですけど、Amazon プライムデーで、1080を狙ってたんですけど、同じね、ものの1080がすぐ売り切れちゃったんですよ。なので買えなかった。なので、より予算に合う 1070Ti、ポイント等あったのでかなり格安で買えました。販売してた時は5万円ぐらいだったと思います。はい、それよりは安く買えております。はい、それではですね、開封したいと思います。はい、開封しました。でかいですね、やっぱりかなりでかい。で、ビデオカードはですね、最近はこの出力ですね、まあ、DVI はついていて、HDMI 一つにディスプレイポート3つですね。だから5つの出力を持ってるんですけど、なぜ HDMI よりディスプレイポートの方が多いかご存知ですか？私も知らなかったんですけど、HDMI は基本的に家電のために作られた企画、テレビやブルーレイプレイヤーなどのために作られた規格だということです。そしてディスプレイポートはパソコンのために作られた規格だそうです。はい、能力的にはほぼ同一であり、特に差はないそうです。それで、ディスプレイポートの多いわけなんですけども、 HDMI はここに HDMI 一つ載せるたびにですね、この規格を考えたとこなのかなにお金が、まあ、ライセンス料みたいなものが発生するそうです。はい、ディスプレイポートの方はそれがゼロなんですね。だからより安くビデオカードを提供するためには、ディスプレイポートにした方が安くビデオカードを提供できるということみたいです。はい、こういうことですね。はい、で、VR 用にですね、なぜビデオカードを購入したかというとですね、実はGTX970 を一番最初に VR 用にしました。そして、その後1070を購入して1070に交換したらですね、970より明らかにグラフィックが綺麗になったのと、設定を多少上げても使えると。で、VR の場合フレームレート90以上を切ると見てて気持ち悪くなりますね。で、どうしても画面が目の前にあるので解像度が気になってしまいます。なので、普通にパソコンでゲームをするよりも快適なものにしとかないと気持ち悪くなるんですね、見てて。はい、なのでビデオカードが重要となってきます。で、1070に変えて満足してたんですけども、なんと壊れてしまったんですね。いろいろ試みたんですけど、私には修理できないという判断のもと手放しました。はい、そしてその後ですね、実は1080を買ったんですよ。で、箱どっか行ったな、 MSI のアーマー1080、それもちょっと安くで買えたんですね。6万ちょいで買えたんですけども、実はですね、この1080はもう VR 用に使われていて、しかも、前にももさんからいただいたパーツで組んだパソコンに1080を取り付けて、今の私の VR メイン機となっております。はい、そしてですね、最近オキュラスをもう1台購入しました。で、正確に言うとお金を出したのは私ではないんですけども、2台ですね、同時にオキュラスを使える環境を作ったわけです。マルチプレイヤークープを友達や家族と楽しむために2台用意しました。で、ももさんからいただいたパーツで作ったパソコン以外に VR 用に使ってた、i7-4790 のパソコンがあるんですけども、それが余ってたので、それにまた GTX970 を挿して使ってたんですけど、やっぱり性能差が明白に出てしまう。970と1080では圧倒的にやっぱり1080の方が性能がいいんですね。で、やっぱり性能をできるだけ揃えたいということで、しょうがないのでもう1台1080を買おうと思ったんですけど、予算的にかなり厳しいと。というところで今回、
Amazon プライムデーに合わせて安いものはないかと思ってたんですけど、あったんですね。それがこれの1080バージョンがなんと55,000円やったんじゃないでしょうか。で売られてたんですけど、さすがにすぐ売り切れてしまいましたね。はい。であまり評判は良くなさそうなんですけど、なえた MSI のアーマーの1080もかなり評判は良くなさそうなんですけど、あまりビデオカードの評判って私はあまり気にしてないというか、動けばいいんですよね。でベンチマークの数値が多少違えど、私はゲームをやってる上であんまり気にかからないので、でまあまあ全然それの 1070Ti 版が1万円以上の値下げで販売されてたので、素直にこれを購入することにいたしました。でかいですね。はい、そんな感じです。で、VR をするにはやっぱりビデオカードはいいものが必要です。できれば 1080Ti がいいんじゃないでしょうか。ただし私にはそんな予算はありませんので、無理です。はい、CPU は i5 で十分だとは思うんですけども、後々のことやなんか i7 じゃないとね、アリゾナサンシャインってね、部分破壊が再現されないらしいんですよ。例えば手を打つと手が吹っ飛んだり、首、目、この顔半分だけ吹き飛んだりっていう処理がね、 i7 の機能がないと使えないっていう、そんなことを言われたら i7 を買わないとしょうがなくなるんですね。はい。でまあそんなところで私は 1070Ti か1080あたりで手を打つことにしております。はい。まあこれでやっと2台の VR オキュラスリフトがね、同時に使えるようになるんで、今週末にでも友達や家族と遊んでみたいと思います。はい。本日は GTX1070Ti を買ってみました。すいません、動作検証も何もせずに終わりますけども、はい、本日はこれにて終わります。はい、やっぱり動作確認ぐらいしとこうと思いまして、マザーボードにビデオカードを挿し、6ピンと8ピンの電源を挿しております。はい。でこれで電源を入れて映像が正常に出れば OK ということです。それでは電源を入れてみます。スイッチ、ファンが回ります。オン。んで安いもんじゃないんでね、届いたらできるだけ早く動作確認をしといた方がいいかなとは思います。今のビープ音は何でしょうか。まあとりあえず再起動されてるみたいです。はい。はい、先ほど実は映像出力がないよっていうビープ音とともに起動しなかったんですね。で今ちょっと見たんですけど、ビデオカードの差しが甘かった。はい、こんなことをしてはいません。高いものなので故障してしまいます。で原因なんですけど、ここにね、スペーサーじゃないスペーサーの代わりにあるプラスチックの突起があるんですね。これが邪魔をしててビデオカードがしっかり刺さってなかったみたいです。で今回はしっかり刺さってのを確認した上で電源をつないでおりますので大丈夫だと思います。はい、何回も自作しててもこんなことが起こるので、まあ皆さんも気をつけてください。はい、それではスイッチオン。はい、ファンが回り出しビデオカードがつきました。はい、先ほどの嫌なビープ音は鳴りませんでした。 OK、 問題なし。はいね、5万も出して買ったビデオカードがつかない日にはびっくりしますよね。まあビデオカードが変わったのでっていう警告は出てますが、一旦続行したいと思います。キーボードを挿して F1 で続行。はい、BIOS が出ましたが、セーブして終了。まあ、これで OS の起動までは行くと思います。はい、
こういう時のためにやっぱビープのスピーカーっていうのはつけといた方がいいですね。エラーで映像出力するところがないよっていうエラーだったんですね。まあ OS は起動していると思います。まあビデオカードが入ってないので解像度は落ちます。はい、とりあえずこれでビデオカードの動作確認は OK だと思いますので、これにて終わります。はい、改めて本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。